はい、どうも、おはようございます。10月25日、朝6時5分の相場解説になります。昨日は日銀の介入が追い打ちのようにあってですね、半年戻し、前年戻しを、まあ、借り取りに来たみたいですけども、そうはいかないぞということですよね。えー、昨日私の放送を見てくださったオリガルヒの方は、私、あとは朝6時からね、エントリーする模様をお届けしてましたんで、そして7時半には決済して、そこでもう半年戻し完了したということでお届けしました。で、相場が荒れ出したのはその後なんですよね。 ですのでその時にはもうすでに利益を確定したその半値で、えー、追撃モードに入ってましたんで多少のねあの揺れはありましたけども、まあ、昨日の売り上げは十分確保することができましたまあここでもね追撃は半値ですることっていうことと材料があった後は半値戻しが来るよっていうのを見事に狙う打ちしたかなと思うんですよその上で、えー、鈴木財務大臣の方からね 介入を示唆するような発言があったりとかしたんですけども、もうすでに8時40分とか9時前とかでしたんで、えー、もう私たちの方はね、えー、すでにもうことが済んでいた後だったんで、まあ、あこんなこともあるんだなと思ってね、勉強になったことはありますし、そこで新たにね、エントリーした部分はありましたけども、でもこうやって冷静に昨日振り返ることができます。それからというもの、あんまり動きが市場にないので、こっからテクニカルが働いていくんじゃないかなと思いながら、一日足を見ております。じゃあですね、 今日なんですけども、今日もこの上昇トレンド全然終わってませんので、冷やしの中でも右肩上がりは変わっておりません、介入の動きがありましたけども、こんなの本当一時的でですね、1日ぐらいしか効果を出さないわけですよ、なのになんで介入するんでしょうね、あのはっきり言ってバカバカしいというか、私たち投資家を儲けさせるためにやってるとしか思えないんですよね。 投機筋をなんか退治するとか言ってますけどもあの投機筋に私たちのようなトレーダーに利益しかもたらしてないというふうに考えるんですけどもねいかがでしょうかねなんか2兆円とか3兆円配ってるだけみたいなね財政出動した方がなんか,なんか介入するよりもいいんじゃなかろうかと思いますこの,あの円安の流れは止まりませんから金利差を縮めないとねでも各国の事情で金利差って変えられないわけじゃないですか 欧州各国アメリカっていうのは利上げにずっと傾いてるし日本はゼロ金利を続けるって明言してるわけでしょそしたら円安が止まりようがないわけですよちょっと介入しても全く意味がないですよねはいじゃあ次4時間なんですけども4時間も結局右肩上がりには向かってるんですが大きなあこのね介入があったとその第2介入でも半値戻しが起きてるわけでしょ、うん、だからほぼ意味がないですよねうん まあそして、えーと、いろいろありましたけども、今、安定に向かっていて、1時間軸を見ていくと、こういうふうになってるわけですよね。ゾーンと落ちた後に、えー、半値戻し、あすみません、ちょっと誤解があったかもしれませんけども、金曜日のこの材料がこれですよ、介入がボカーンとあったわけですよね。その後反半値戻しがあったんだけども、半値戻し、この辺まで来たんだけども、こっからまたね、新しい、えー、介入があって、この、 陰線がでできてるわけですよ下ひげの長い陰線がねこれガーッと昨日こんなに揺れましたからねこういうふうに動きがなってたんですよひげのところまでこういうふうにねだからそういうふうな動きがあるわけですからこことここでエントリーと利確、うん、を繰り返すと上がっても下がっても取れるみたいな瞬間があったわけですよね十分な資金量と準備があればこれができるんですよしかもロスカットラインがこういう場合引けませんので精神力も必要ですで結局はそういったところからグーッと上がってきて半値戻しの水準に戻っちゃったんで結局ね じゃあ何の介入してんだと。投資家が儲けただけじゃないかと思いますよ、ここは。<laughs> 本当に <laughs>。で、現在ね、これ1時間見ていただいてるんですけども、今日からの戦略です。えっ、ー、と、昨日お話したように、あの、一番高いところと一番安いところを結び直します。ここです。一番高いところと一番安いところ、ヒゲ先ね。そうなると、ちょっと切り板で整理しますんで、こういう風になります。149の395。うん。えっ、ー、と、149の 395が上位的。ね。でいいんじゃないですか。で逆に家庭。これがですね、家庭じゃない。えっ、ー、と、148の135。これでいいんじゃないですか。これの上下でとりあえずレンジを見ていきましょう。実際はこれ、薄っぺらいレンジになるからさもありますからね。 ですんで、今日は午前中、このレンジでいいかどうかを確認して、そして最終的には、あの、ブレイク狙いのエントリーになり、レンジ内オプションを取るようにしていきましょう。普段と一緒です。じゃあ、以上です。ありがとうございました。